こちらの再生リストでは中学校3年生で勉強する展開そして因数分解を学んでもらいます流れとしては最初に展開の計算の仕方そして次に素因数分解そして因数分解を使った計算の仕方そこで計算を固めた後に最後に文章問題をやっていく流れになりますのでぜひね勉強頑張っていきましょう